トーネード IDS、トーネード IDS、トルネード IDS は、イギリス、西ドイツ、開発当時、イタリアが国際共同開発した全天候が叩ようと、攻撃機、マルチロール機である。次世代機を共同開発する計画が、ヨーロッパ諸国とカナダの間で上がったが、プロジェクトが本格的に実動する前に、カナダ、ベルギー、オランダが計画から脱退し、 イギリス、西ドイツ、イタリアの3カ国で開発された。実際には名前の通り、イギリスは開発のほとんどを実施している。主に航空阻止を主任務とし、プロジェクトにより合理化され、溶撃、近接航空支援、艦艇攻撃、偵察などをこなすため多数の派生型が開発された。実戦デモトーネードは湾岸戦争で最も危険な任務に従事し、 入念な訓練や準備を重ねた作戦によって、驚異的な戦果を上げており、イラク戦争にも参加した。1960年代の北、大西洋条約機構の西ドイツ、当時、オランダ、ベルギー、イタリア、カナダは、海 -104G スターファイターの後継の攻撃機の検討を行っていた。その結果、1968年1月に、航空機、マラ、 後に他人無戦闘航空機、MACA、マルチロールコンバットエアクラフトの名称となる、攻撃機の共同開発計画のワーキンググループが、おけされた。イギリスは、BACTSR-2 を1965年に開発中止し、海 -111K も1968年に開発中止、別途検討していたイギリス、フランス化変翼機計画も中止されたことから、 改めてアブロバルカニア、ブラックバーンバッカニアの後継機を選定する必要に迫られていた。イギリスは1968年7月に参加応募描きを交わしている。1969年3月26日にイギリスの BAC 社、西ドイツの MBB 社、オランダのホッカー社、イタリアのフィアット社の4社は西ドイツにパナビア、エアクラフト、 パネイビアエクラフトグム社を設立した。7月には、マカ計画は6つの政府によって開始したものの、財政難を理由にベルギーとカナダが計画から、脱退してしまった。後に、ベルギー空軍は、ジェネラルダイナミクス海 -16 ファイティングファルコンを、カナダ空軍は、マクドネルダグラス海 A-18 ホーネットをそれぞれ選定した。しかし、10月には、 マカ計画の基礎が固まり、コストを抑えるため計画の進行に合わせて、決定事項に署名する協定覚書きを、イギリス、西ドイツ、イタリアの3カ国が準備して3カ国に署名させた。1969年7月に、オランダのホッカー社が脱退したため、作業は、イギリスと西ドイツが分割し、残りはイタリアが担当した。1970年には、パナビア社と同様に、 イギリスのロールスロイス社、西ドイツのマトゥー社、イタリアのフィアット社によってターボユニオン社が西ドイツで設立され RB199 ターボファンエンジンが開発された。イギリスは将来的に回マイナス4ファントム2に代わる防空戦闘機としての能力も欲していたため、イギリスは西ドイツとイタリアと単座にするか複座にするかで、 対立し、軍の要望による ECM の装備で価格が予定よりも高くなり、製造された RB199 エンジンの性能不足などのトラブルも発生した。この戦闘機型の開発はイギリスが独自に行うこととなり、後にトーネード ATB として実用化されている。試作機はイギリスで6機、西ドイツで6機、イタリアで3機の15機と、 地上試験用の1機を含めて、計16機が製造された。西ドイツの試作機、P01 は1974年8月14日に、初飛行を行い、同月に、トーネードと命名された、イタリアでの読みはトルナード。西ドイツ空軍や西ドイツ海軍航空隊、イタリア空軍は、単に、トーネードと呼称したが、イギリス空軍は、地上攻撃、偵察、グラウンドアタック。 リコネッサンスの用途を想定していたことから、トーネード GR の名称を使用し、IDS はパナビア社が阻止攻撃、インターディクターストライク型とし故障した。イギリスの試作機、ピーレイには2ヶ月後の10月30日に初飛行したが、イタリアは導入を遅らせるために試作機、ピーレイ5が初飛行したのは1975年12月5日であった。 マカ計画で必要となったのは、多種多様な兵装の装備を可能にすることであり、試作機はテスト飛行以外にもこれらの試験に使用された。試作機の P06 は、マウザー BK-27 機関砲の搭載試験を行い、他の試作機もナビゲートシステム、操縦系統などの試験が行われた。しかし、こういったテストを繰り返していたこともあって、4名の 巡職者と共に2機の試作機が事故で失われた。1976年7月にイギリス空軍、西ドイツ空軍向けのバッジ1の生産が承諾され、トーネードは本格的に配備に向けて動き出した。垂直尾翼の付け根にあるフェアリングの形状を変更した点と単純な死回収を除けば、試作機から外見に目立った改良は行われていない。 1979年には、イギリス向けの防空型、エアーディフェンスバリアント、トーネード ATB の試作機が完成し、イギリス、西ドイツ、イタリアの三国共同訓練機関の覚書が署名された。1981年9月には、イタリア空軍向けのトーネードが生産された。冷戦時、トーネードは30発の SG357、死爆弾と次元爆弾としても、 使用可能な215個の HB876、地雷を散布する爆弾ディスペンサーの JP233 を装備し、高速で低空侵入することで、レーダーの探知を逃れつ爆撃を行い、飛行場の機能を奪うことが任務であった。その能力を冷戦において発揮することはなかったが、湾岸戦争において、トーネード GR-1 だけが、 滑走路破壊兵器である JP-233 の搭載能力と低空侵入能力を有していた。そのため、多国籍軍の空爆の第一撃を担った。海 4G、海 A-18 などと連携して、イラクの飛行場を効率的に爆撃し、イラク軍の航空機を封じ込め、多国籍軍の制空権獲得に大いに貢献した。イラク軍も飛行場の防備に、 対空兵器を備え、それらの対空砲火は制圧任務を過酷なものにさせた。イギリスのメディアはトーネー度が初戦における制圧の完了によって戦術を変更すると損失が小さいものではなかったため、中から高高度からのレーザー誘導爆弾による攻撃へと戦術を変更と報じるほどで、こういった根拠のない報道によってイギリスのみならず、日本でも透明ーーの評価は低い。 他国籍軍が湾岸戦争で失った航空機の公式発表は64機だが、低空攻撃任務で失われたトーネードは、わずか4機、6機、8機という説もあるで、軍の予想も下回る損失率であった。ただし、湾岸戦争で失われた航空機の中では、最も数多くの損失を出した機体でもある。 飛行場制圧任務を終えたトーネードは1月21日より、中高度から無誘導爆弾を使用する爆撃任務に投入されたが、命中精度に優れた爆撃ができず、急遽、ペーブウェイ誘導爆弾を使った精密爆撃を行うため、アン、アスク -153 ペーブスパイクを装備したブラックバーンバッカニアが派遣され、バッカニアがレーザー照射任務を引き受けることにより爆撃を、 遂行した。一方、トーネードだけで爆撃が実行できるように少数のサーマルイメージングエアボーンレーザーデジグネーターポットも用意された。2015年からアメリカ主導で実施されている、生来の決意作戦にドイツ空軍のトーネードが偵察機として参加しているが、2016年に実施されたソフトウェアアップデートの後、操縦室補助証明の照度が パイロットの視力に影響を与えるほど上がり、夜間作戦を実施できない状態になっているという。イギリスが開発した同盟の機体とは異なりエストール、短距離離着陸性、経済性、運動性だけでなく、速度性能も考慮して、可変翼を装備した。また、エストール性を良くするために、重量増加と気候の複雑化を忍んでまで、 戦闘機タイプの現代多用時には珍しいスラストリバーサー逆噴射装置を取り付けている。その他の特徴としては、世界初採用はカイマナス -16 ファイティングファルコンに譲ったものの、早期にフライバイワイヤーを採用したことも特筆される。また、蒸気通り可変翼を装備しているが、主翼の角度に合わせて平装パイロンの角度を変える翼拡連動式のハードポイント。 重量強化点、パイロンを取り付けられる場所、スイベリングパイロンというを持っていて、主翼の交代角が変化しても、並走パイロンは常に進行方向を向く機構となっている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。